はい、どうもこんにちは、もちみです。今回もウィニングイレブン2018-2019のね、新情報が来たということで、これ新レジェンドですね。いや、ついにレジェンドの追加。インテルですね。まあ今までちょっとレジェンドの発表というと、うん、ほとんどね、ウィニングイレブン2019では同じレジェンドしか発表されてなかったんですけど、ここに来てついに新しく、いやー、インテルの4選手来ましたよ。インテルということはこれミラノもあんのかな、いろいろあんのかな、シェフチェンコとかもあるかもしれない、ね、うん、まあ一応あのレジェンド誰来るかみたいな動画出したと思うんですけど、はい、うん、まあ、一番最初に来たのがこの4人ということで、そ、ね、それのプレゼン企画の動画とかもあったはずなんで、はい、まああの当選者とかも次の動画ぐらいで言おうかなと思うんですけど、はい、まあこの選手、まあまずはでもやっぱりアドリアーノじゃない、あのウィニングイレブンの公式の方でも、はい、このアドリアーノ、うん、あの欧州の方のね、ウィニングイレブンの、うん、ツイッターの方とかで、はい、このアドリアーノの、うん、ま、覚えてるかみたいな、はい、こんな感じの選手いただろうみたいな、うん、すごいよね。なんかね、アドリアーノといえば、うん、キック力が99だみたいなことを向こうのツイッターの方ではなんか言ってましたね、うん、ショットパワーっていうのが、うん、キック力、これね相当古い、うん、あの多分末置きの方のウィニングレベル5とか4とかぐらいのやつだと思うんですけど、うん、まあ、189cm23歳まであるアドリアーノが、だから当時と比べるとまだ全然その、うん、能力の表記がもう違うよね、全然全く違いますね。なんかアタック来てディフェンス来てて、あのバランス来てるからね、うん、バランスってのは多分ボディバランスのことで、アタックっていうのがおそらくオフェンスセンスとか、うん、今でいうね、あのところだと思うんですけど、スピードもトップスピードとかなんかなんかそういろいろなんかこうあったりとかするみたいで、ショートパワーとかね、だからまあ能力値をこれに全部置き換えるっていうわけじゃなさそうだけど、うん、でもわざわざこの画像を出すってことはこれに近い、まあ、これに近いような感じの能力値を出すっていうのは、うん、まあ結構可能性としては高いんじゃないかなっていう、ね、まあアドリアーノと身長が変わらないしね、それはもちろん変わらないですね。やっぱでかくて、まあパワーキック力があって結構まあまあ早いといった感じで、これね来たら相当強いんじゃないかなっていうのは、いやー強いですね、うん、ありますね。まあもちろんこのアドリアーノまだ使ったことないんで、うん、強いかどうかっていうのは分かんないですけど、まあでもまあ強いでしょうという、いや普通に強い、わざわざね、まあ、23歳の時のやつを出してくるってことは、うん、伸びしろもありそうですし、そうだ、ね、結構強そうだなって感じしますね。でまだやっぱりレコバ、カンビアッソいるんですけれども、うん、レコバですね。レコバが一応ウィニングイレブン2014、うん、あの総合値を85で能力値も出てたんで、まあ、こんな感じ出してたんですけど、うん、まあ、このね時ってレコバもう年齢が37歳なんですよ、うん、なるほど。でピークがウィニングイレブン7とか、うん、8とかの時で、まあ、多分7、8プレイしてる人分かると思うんですけど、当時すげえ能力高くて、うん、あの自分もちょっと使ってたりとかしたんですけど、遊んでて、うん、すげえ子供の時だね。そう、すんごい子供の時に使ってて、うん、だからあのまあその多分俺結構動画でレコバ来てほしいなみたいなこと言ってたと思うんですけど、うん、やっぱ来ましたね。でこれウィニングイレブン2014の能力者なんですけど、コンディション安定度2という、もうすごいね、うん、ただやっぱりレコバといえばボールコントロール、ボールスピンコントロール、カーブ、そしてフリーキック、ここすごいですね。今で言う誰かに似てたりとかすんの？でもね、この時もなんかラストパスとか結構また表記が違うんだよね、能力値の表記が。ただね、どう使なんかプレイしてみて、印象としては全盛期のレコバ使ってみて、まあ、フリーキックがまずエグいのと、うん、あとパスだよね、やっぱりパスとドリブルがエグかったのが当時の印象かなってた感じで、モドリッチ、モドリッチみたいな、なんかね、モドリッチよりドリブルできる。あマジで、モドリッチってそんなになんか自分で抜いていくタイプじゃないじゃん、うん、だ当時の印象は結構ドリブルできてフリーキックが上手くて、あと決定力も欲しいなるみたいな。でちなみにあのウルグアイのレジェンドなんだけど、すごいレコバといえばね、大好きだった選手なんで、あ、じゃあこれはテンション上がるな。セブンとかあのその、うん、前世紀のレコバかなり使ってたと。いや使ってた使ってた、めっちゃ使ってたから、レコバはね結構嬉しい人多いんじゃないかなみたいな。あ、じゃ あ, あの4人の中だったらレコバが一番欲しいのかな。いやレコバが欲しい、ただコンディションでの部分がどうなってんだろうみたいな。2014年2だったから、そこだけは気になる。まあでもこれはなんか晩年だからね、うん、もう37だからね、うん、でねカンビアストですね。でカンビアストは2018の時までいたよね確か、うん、いたと思うんですけど、一応俺2014の能力者なんですけど、あの総合値89で、カンビアストもでも年齢がこの時33歳なんで、うん、まあ多分全盛期はちょっともう過ぎてんのかなって感じなんですけど、ただやっぱり能力値見てもですね、やっぱ運動量、うん、これおそらくスタミナの部分だと思うんですけど、スタミナとかあと普通にドリブルボールコントロールの部分まあまあ高いですし、全体的に高い印象だよね、うん、メンタリティとか投資やっぱり
能力者してありますね。まあもほとんど下の方のレジェンド、うん、まあいなかったんで、まあ新しくこういう選手が出てきてくれるのはありがたいですね。ディフェンシブミッドフィルダーなのかな、登録は多分カンビアストってね、うん、2018年でもな、2018年だと79かな、総合値がいるんですけど、まあ、カンビアストもどこの時代のカンビアストが出てくるかはまだ分からないですけど、そうだね、だから結局このレジェンド選手の場合はどこのバージョンが来てくれるのかっていうのは分かんないですけど、うん、アドリアーノだけ、まあ、結構若い時のアドリアーノ出してたんで、まあ、それを元に作るのかなという感じで、うん、まあ、アドリアーノはかなり期待できそうな感じはするんですけど、ね、まあ、前世紀のレコバとか出してきても多分相当強い。いや強い、多分めちゃめちゃ強い。あともう一人ジョルケーフ、そうジョルカイフだね、なんかジタンのライバルというか、そう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 、この4人の中だったらどうなんだろう、そんなに思い出はないのかな、うん、そうだね、だから2002年の日韓ワールドカップとかは、うん、あの出場されてるみたいで、まあ、プレースタイルとしては結構ドリブルパスできて、うん、なんかチーム組み立てがうまいみたいな感じで書かれてたんですけど、うん、あんまり選手としてのプレーの印象はないんですけど、使ったこともあんまない、うん、あんまないですね、ジョルカイフはウイニングイレブンでも、うん、ただこの3選手は本当にあのウイニングイレブン の昔から結構使ってた選手だったんで、個人的にちょっと早く使ってみたいなっていうのは、まあ、あとはこのレジェンドのまとめ方、うん、要はインテルで一組として 4選手まとめてるってことは、ミラン、まあ、あのパートナークラブのミランだったり、うん、まあ、あの新しくなったそのいろいろなところ、そうだね、まあ、あの南米のチームとかでもなんか結構若い時 そのレジェンド、まあそういうのもいる可能性もあるし、意外と選択肢はかなり広そうだなっていう感じはしてます ね、うん、まあ、皆さんもね、これ昔使ってた人とかいればぜひコメント、コメントねくださいということで、はい、まあ普通に多分今うん高校生ぐらいの人とか知らないかな、わー全然知らないかなっていう感じがするんですけど、うん、まあこれ昔のプレーとかで、ね、YouTube とかで見てもらえるとあると思うよ、レコバとかはアドリアーノとかすごいね、あやばい、シュートがやばいからマジで、まあ見てもらえると欲しくなるんじゃないかなという感じがしますけど、と、うん、はい、ことで、まあ、じゃあ勝負さよボー。